カータレットは、アメリカ海軍の攻撃輸送艦。ギリアム級攻撃輸送艦の14番艦。艦名は、ノースカロライナ州南東部に位置するカータレット軍にちなむ。1944年8月15日、アメリカ海事委員会契約のもと、カリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッド、スチールシャズオ戦所にて浸水。同年12月2日に海軍に取得され、翌日収益。 JL ハンター大佐指揮下で太平洋艦隊に配属された。1945年1月24日、兵員を乗せてカリフォルニア州サンディエゴを離れ、真珠湾へと向かった。サイパン島へと向かう途中、激戦が続く、洋島にて兵員と装備を揚陸する。支援のためにしばらく停泊したが、3月2日に死傷者を乗せてサイパンへと出港した。 3月19日、兵員と装備を積載するため、津良木及びエスピリトサント島に到着。4月9日、沖縄に到着。以後1週間、昼間は揚陸のパターンをこなし、夜間は沖へと退避した。神風の攻撃を受けることなく、4月23日に補修のため、ウルシー干渉へと交代した。5月16日に、パラオ、セブ島、3、 ペドロ湾に向けて出港。各地でサンフランシスコに向かう乗客を乗せ、太平洋を渡り6月27日に入港。ワシントン州シアトルで短期間補修を受けた後、7月17日に、兵員、設備の展開のため再び、太平洋に戻った。太平洋各地から新川へと新中軍兵士を輸送する任務に当たる。 1945年10月24日から1946年3月2日まで、米兵を日本や沖縄から米本土に帰還させる戦団に二度加わった。真珠湾で特別訓練を受けた後、5月28日から8月27日まで、ビキニ干渉で実施された核実験、クロスロード作戦に第一統合任務部隊の一員として参加。 1946年8月6日に退役し、クエゼリン艦渉に栄光された。1948年4月19日、従順用艦トレドによって撃沈された。ありがとうございます。